どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JCB W カードと三井住友ビザカード 20% キャッシュバックキャンペーンね、まとめて解説していきたいと思います。2019年からね、ちょこちょこ続いていたこの 20% キャッシュバックキャンペーンがですね、徐々に終わってきてですね、今現在ねやってるのはおそらくアメックスの限定オファーぐらいかなというふうに思っていたんですけども、またねクレジットカードでねキャッシュバックキャンペーンが始まりましたということで、今回ね解説やっていきたいと思います。またね今回2つねクレジットカード紹介させていただくわけなんですけども、なんとですねポイントサイト案件出ておりますんで、こちらもね併用できるというふうになっておりますんで、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。まずですね JCB W クレジットカードですね、 Apple Pay、Google Pay 利用で 20% キャッシュバックキャンペーンということで、こちらね新規発行していただいて Apple Pay、Google Pay を通して利用するとですね 20% キャッシュバックされるっていうキャンペーンというふうになっております。まずねキャンペーンの概要なんですけども、入会期間は2020年の9月1日から12月31日入会分ということで、エントリー必須というふうになっております。ちょっとねエントリー方法等はね後で解説させていただきます。キャッシュバックの金額は 20% という風になっておりまして、キャッシュバックの上限金額は5000円という風になっておりますので、対象支払い金額は2万5000円という風になっております。カードの利用期間については2021年の2月の15日というふうになっておりまして、キャッシュバック付与がですね2021年の4月12日ということで、かなり先になりますので、この点はね覚えておくようにしてください。またなんですけども、キャッシュバックに関してはですね、当月分の利用がある場合はマイナス表示っていうふうになるわけなんですけども、仮にねクレジットカード利用してなくてですね請求額がない場合には指定の口座にね振り込みというふうになります。それではですねキャッシュバックキャンペーンの参加方法、エントリー方法なんですけども、 JCB カード W プラスに新規入会していただいて、 MyJCB っていうねスマートフォンアプリがあるんですけども、そちらにねログインしていただきます。 MyJCB のねスマートフォンアプリから Apple Pay、Google Pay に登録していただいて利用していただくっていう風になります。ですので注意事項としてはですね、こちらのキャッシュバックキャンペーンに関してはクレジットカードをねそのまま利用するとキャッシュバック対象になりませんので、この点ね注意していただくのと、JCB はですね2019年8月ちょうど1年前ぐらいですけども、かなりね大型のキャンペーンをねやっておりまして、 JCB スマホ決済全員に 20% キャッシュバックキャンペーンね、結構大きいキャンペーンをやってたんですけども、そちらで利用した方はね対象外っていう風になっておりますんで、そちらね注意してください。またね今回と同じようなキャンペーンがですね2020年4月1日から5月31日まで行われてたわけなんですけども、こちらをね利用された方も対象外っていう風になりますんで、こちらね覚えておくようにしてください。またですねこのクレジットカードについては年会費がね無料ということで利用しやすいっていうふうにはなっているんですけども、発行できるね年齢制限っていうのがありまして、18歳以上39歳以下の方のみというふうになっておりますんで、こちらね注意していただければなというふうに思います。次にねポイントサイトの案件なんですけども、ポイントサイト EC ナビでですね6000分の案件が出ております。こちらですね発行のみということで、発行するだけでねこの6000分獲得することができますので、かなりねおすすめっていう風になっております。またね 20% キャッシュバックともね併用できるということになっておりますので、もしね保有されてない方はですねぜひ狙ってみていただきたいなっていう風に思います。またポイントサイトハピタスですねドットマイルキャンペーンっていうのがね行われておりまして、同じ案件ね出ているわけなんですけども、ポイントサイトハピタスの方は4000分っていう風になっておりますんで、2000分ね減ってはしまうんですけども、ドットマイルキャンペーンね達成したいっていう方はですねいいのではないのかなっていう風に思います。次にですね三井住友ビザカード 20% キャッシュバックキャンペーンですね、こちらは8月31日までですね同じキャンペーンがやられてたわけなんですけども、8月31日まではキャッシュバック金額がね8000分っていう風になってたわけなんですけども、9月に入りましてねまた1万2000にねキャッシュバック金額がですね戻ってきたっていった感じですね。キャンペーンの概要ですね、期間が2020年の9月1日から
11月の30日までっていう風になっておりまして、エントリー必須っていう風になっております。こちらもね、後で解説させていただきますけども、支払い方法がクレジットカード払い、 ID タッチ決済ということで、キャッシュバック金額は最大1万2000円っていう風になっておりまして、対象支払い金額は6万円っていう風になっております。カード利用期間については入会月プラス2ヶ月っていう風になっております。キャッシュバックの付与時期についてはカード利用の2ヶ月後っていう風になっております。それでですね、キャンペーンの参加方法なんですけども、こちら新規入会後にですね、三井住友カードが出しているスマートフォンアプリがね、 V パスっていうのがあるんですけども、こちらにログインするだけっていう風になっておりますんで、発行される方はですね、忘れずにログインだけねするようにしてください。こちらね、ログインしないとね対象外っていう風になってしまいます。またこちらおまけ程度の情報なんですけども、三井住友ビザカードはですね、セブンイレブンでタッチ決済キャンペーンっていうのを2020年9月いっぱいねやっておりますんで、発行された方はですね、500円以上ねセブンイレブンでお買い物していただくと500円ねキャッシュバック受けれるキャンペーンやっておりますんで、もしね9月中に受け取った方はですね、こちらねぜひ利用してみていただけたらなっていうふうに思います。またなんですけども、こちらはタッチ決済っていうふうになっておりますんで、こちらだけね注意していただけたらなっていうふうに思います。次にポイントサイトの案件ですね。現在ねポイントサイト、ポイントインカムでですね、こちらのクレジットカードね3000円分でね案件出ておりますんで、発行する方はですね対象カードよく見ていただいて利用してみていただけたらなっていうふうに思います。こちらの案件はですね、発行後5000円のね利用っていうふうになっておりますんで、キャッシュバックキャンペーンね乗られる方はね大丈夫だと思うんですけども、発行後にね5000円分利用しないとこの3000円分のポイントね取りこぼしてしまいますんで、こちらね注意していただけたらなっていうふうに思います。また今回のキャンペーンについては、対象支払い金額は6万円っていうふうになっているわけなんですけども、6万円利用したらね1万2000円分返ってくるわけなんですけども、利用先っていうのはね特に記載がないので、 Amazon ギフト券の購入であったりチャージとかね、そういうことでも達成することができますので、もしね利用先がないっていう方はこういうのでもね利用してもいいのかなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は 20% キャッシュバックキャンペーンね解説させていただきましたけども、ポイントサイトとね併用できるということですんで、ぜひね発行検討された方はですね狙ってみていただきたいなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボム、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。